以上、おかえり。保育園楽しかった人？楽しかった？楽しかったの、よかったね。ケンケンもおかえり。お手で洗おうね。おかえり。というわけで、双子育児のナイトルーティーン、かっこ平日のママパパ両方いるバージョンを今回はお届けしたいと思います。ケンケン、ケンケン、帰ってくるなり不機嫌な人です。本当はお天気が良かったら保育園の後そのまま公園とか海とかに遊びに行ったりするんですけど、今日はあいにくの雨なのでお家で過ごしたいと思います。どこ行った？わんぱく坊主。ほら、チョコちゃん意地悪しないよ。いや、怒られるよチョコに。ほらほら、ほっといてって言ってるよ。悪いな。我が家はだいたい英検が帰ってくる前にもう晩ご飯の用意はほぼほぼ済ませた状態にしておくんですけど、今日はナイちゃんがミネストローネを作ってくれてます。すごいな、これ何日分？今日は、ね、サバストローネです。サバストローネです。ほんと大ちゃんは私より料理が上手なんで楽しみです。東京出張の時に買ってきた芋煮が今日のおやつです。おー、気づいた。はい、いただきます。はい、いただきますわ。はい、行こう。山を作ってトンネルくぐりや上り下りして滑ったりと喜んで遊んでいました。新入園児のモナちゃんが泣いている姿を見ておもちゃを手渡すエイトくんです。さすが優しいよ。もう1歳半にして父親譲りのちょっとこんな正しい感が。でもな、女の子には優しいくな、しなあかんからな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあね、こうなるよね。ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした。はい、ケンケンそこ立たないよ。はい、座り行こう。あれだの動物園のオラウータン親子を思い出すな。ちょっと YouTube だからテレビの音を消してるんですけれど、音消すと逆に集中して見てるかもしれない。確かにね、絵だけだけどね、うん、理解しようとな。なあ、エイトは本当にテレビ好きだよね。テレビ本も好き。そうだね。ケンケンは本当こう双子やけどそれぞれ興味があるのがやっぱ全然違うよな。ケンケンの方が男の子っぽい遊びが好きなんかな。そうね、ボールとかも好きよね。エッグの方がワイルドだったりとか。そうやな。さっきも車でガン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 ぶつかったりとかさ。最近ケンケンは場所見知りが始まったからな、うん、ほんと大変で公園連れてっても最初の1時間はずっと泣いてんな。甘えん坊だね。ね、ほんと甘えん坊よね。保育園の先生にもずっと抱っこしまってんやろ、うん、だからこう甘え上手っていうかね。エクエクン、エクン、あと4本。はい、オッケー。これは今ケンケン抱っこしてて俺もこういう感じ。はい、たーじゃあ、ジャングルジミン君、今日ちょっと運動量が足りないから。これ何年後か見た時恥ずかしいなって思うかな。あのね、地べたに
そう、突っ伏して思い通りにならんことがあったら最近こんな感じでーす。取られてますよ。はい、おえかきこれにするんやろ。はい、どうぞ。おー、上手。赤やな、やっぱ赤好きやな。絶対赤だよ。はいよ。今日ケンケンは雨だから天ぷらね。天ぷらね。かわいいね。もく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 ちょうだいなんだよね。ちょうだいって言えそうなんだよ。ちょうだいって言えそうなのにね。はい、ケンケン、はい、どうぞーは。ケンケンどうぞー。すみ、すみ。はい、優しい。上手できた。よいしょ。もうどこでも行けんだもん。ジャングルジムの遊び方もな。よいしょ。不思議と一回も落ちたことないね。シュー。あ、そんなとこに書かないでよ。そこ違うな。ね、そこ違うよ。ウィー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 。ザヤンチャ坊主やな。ザ甘えん坊。ずっとこれちょっと難しい。はいはい、これこうやってこうザクでしょ。そう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 、上手。もうちょっともうちょっと、はい、そうそうそう、もうちょっともうちょっと、そうそうそう、あ、そうそうそう、イエーイ。さすが料理人志望。選び取りカードな。そうそうそう、上手。包丁使うの上手。今日はキッシュです。まあこれはキッシュって難しそうに見えて、実はパイシート使っちゃえば炒めた野菜に卵液混ぜて焼くだけなんで超簡単なんで、うちでは結構ね、自分で掴んで食べやすいしね。よく晩ご飯とか残ったら次の日の朝ご飯にも行けるんで出番が多いんですけど、次の日の朝のがうまいね。しみてね、ちょっとしっとりしてね。あ、今日がねちょうど冬至なんで、今日は、うん、なのでちょっとかぼちゃを入れてみました。かぼちゃとベーコンと、そういい感じに焼けた。実は大ちゃんが一番好きだったりするよね。必死はね。はい、じゃあいただきます。はい、パストローネ。バイバイ。あー、しほ。え、あ、嘘。めっちゃか。そこやった。あー、やもったいないね。あ、ベーコン嫌な。うん、もぐもぐ。ほら、なんかもうリアスイッチ入ってる。はい。じゃあパパストローネね。あ、マキッシュ美味しい。美味しいしてベジした。上手上手。上手に使って食べるね。ケンケン美味しい？うん、よかったよかった。ね、こういう風に双子でもね、好みというかペースというか、ケンケンはやっぱちょっと具材が大きいとね、食べるの嫌がるよね。はーい。乾杯。乾杯よ。乾杯、乾杯、お疲れ様ですって。というわけでね、休憩のディナータイムはこれにて終了。美味しかった人。はい。はーい。ごちそうさまでした。はい。じゃあちょっともう7時なんで、そろそろね、英検はお風呂なんですが、その前にちょっと私たちもね、ガスを。ガソリンをちょっと注入してラストスパートに。キッチンドランカー。はい。はい、とりあえずお疲れ様。はい、お疲れ様。じゃあ、あと一踏ん張り頑張りましょう。今日は
今日はこれ春菊がめっちゃ安かったから春菊と柿と生ハムのサラダをちょっとつまみながらね。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、はい、乾杯。はい、乾杯。乾杯、乾杯。産後1年5ヶ月経ってやっとお酒を楽しめる心の余裕ができたかな。なかなかね、ご夫婦で楽しむって余裕はなかったよね。酒飲みながら抱っこするってなんかすごい絵だ。はい、それ持ってお風呂入ろう。あーよー。英検がお風呂に入ってる間にお風呂に入れてない方はお部屋の片付けとか保育園の用意をすることになっているんですけど、まずはちょっとこの散らかったお部屋を片付けていきたいと思います。完了です。はい、お湯はどうですか？ゆずやはーいわ。ゆずくん、はーいわ。ゆずはーい。逆だ。ゆずゆ気持ちいいね。はい、うん。保育園の準備も完了です。はーい、お布団のセット完了です。そろそろ英検がお風呂から上がってくると思うのでスキンケアを手伝いに行きたいと思います。はい、スキンケアタイムです。いやー、エッタはお肌は強いけどな、ケンケンがお肌よく濃いやからちょっとしっかりしてないかな。おー、ごめんごめん。でもだいぶ楽になったよね。だいぶ楽になったよ。エッタほんとずーっと目離されへんかったしな、うん、もうワンオペの時なんてな、歩行器中に入れてたからね、俺。歩行器も懐かしいね。懐かしいな、あっという間やったな。でもそういう感じで5年、10年なんてあっという間なのなと思うけど。はいよ、エッタ、どの気温？エッタの番だって。ほら、ほら、えい、あー、エッタやな、ね、タタとは恐竜のことで、トカゲのことをタタって言ったんだけどね。そうそうそう、気温気温、はい、基本的にお風呂入れた方が寝かしつけをね、うん、して、その間にお風呂入ってない方がお風呂を済ませるっていううちは流れかな。はいはい、眠くなってきたか。はい、ケンケンはもう出たいな。ちょっと待ってよ。はいよ。まだ何も口入れてないから。はい、行くよ。はいよ。はい、上手。はい、上手上手。はい、上手上手。あと一息。いった上手。いった上手。ゴシゴシシュシュシュ、ちょっとも仕上げようか。はい、捕まえた。じゃあ、よいしょ。はい、見して。はい、はいはい、はいはい、見して。はい、見してちょうだい。はい、どうぞ。はい、よく頑張りました。これを歯磨き頑張った後のご褒美に一粒ずつあげてます。今は寝る前だけおしゃぶりをあげてるんですけどね。これもいつまでかな、この光景ね。そろそろね、寝するか。はい、おやすみ。はい、待て待て待て。するよ。ママのとこ行って。うぶ、やる気なんやろ、あんたら。8時半なんで。もう一回やって、バイやって。はい、おやすみ。ケンケン寝るよ。ケンケンどこ行くの？寝て。はい、寝るしよう。おやすみ。おやすみ、バイバイ。また明日ね。今日もいっぱい楽しかったね。まあ我が家は
寝かしつけるって言ってもね、隣で添い寝する感じなんですけど、でもやっぱりまだね、ママかパパかどっちかがいないと寝れないね。でもいつか一人で寝るっていう日が来るんやからな。まあでもこっからだいたい20分くらいかかるかな、寝るまでね、すぐ寝るときはね、うん、すぐ寝るけど、今日は特にケンケンがね、寝ないんだよね。ママお洗濯です。え、バイバイ。はい、じゃあおやすみね。おやすみ、バイバイ。じゃあお洗濯も済んだので私もお風呂いただいてきます。はい、いいお湯でした。だいぶゆっくり入ったし、もうお洗濯もとっくに終わってるんですけど、多分大ちゃん英検と一緒に寝落ちしちゃったと思います。感想を聞かけたら起こしに行こうと思います。大ちゃんご飯食べよう。はい、起きて。はい、ただいま21時40分になっちゃいました。ちょっと今日はいつもよりちょっと遅めたんで、大ちゃんもちょっと私たちの風が移っちゃったかもで、みんな風邪引きになっちゃったかも。今日はね、これ早く食べて寝ましょう。ね、こんな何の盛り上がりもないこのナイトルーティンっていうの、ダラ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 のただの日常の垂れ流しを見て誰かに楽しいと思ってもらえるのか本当疑問でしかないけど、ナイトルーティンってこれで合ってた？どうか、正解は分からん。そして、分かれへんな。かっこよさは全然ないです。だけど、はい、まあこれが今の私たちのリアルかな。そうです ね, ね、まあだん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 ちょっと手が離れてきて、うん、一緒にできることも増えてきて、ね、楽しいことが増えてきたけどね。まあでも大変よね。まあでもこの大変もいつまでも続くわけじゃないからな。尊いんですよ。そうそうそう、まあこんな何でもない平凡な日常ですけど、うん、これからも来年もね、うん、今年いっぱい頑張ったけど、来年もまあ、ね、抱きしめながら、うん、はい、過ごしていけたらいいと思います。これが本当今年最後になるかもしれないから、この更新が、うん、いや本当 YouTube 始めたのが4月か、うん、だったよね、多分それくらいだったと思うねんけど、うん、今まで週1のスローなペースでの更新でしたが、いや本当に8000人以上の方に今登録していただいてるのかな、うん、本当に、ね、こんなド素人のいつも楽しみに見てくださっている方本当にありがとうございます。今年はたくさんありがとうございました。来年はもうちょっとねペース上げて更新していけたらいいなっていう希望も抱きつつ、まあ楽しめる範囲で ね、マイペースにやっていこうと思います。はい、はいはい、はい、じゃあいただきまーす、はい、ということで、はい、今回もご視聴何回目やねありがとうございました。また次回、また来年、はい、良いお年を。良いお年を。